上原浩二の雑談魂。雑談魂いきましょう。じゃあ今回はですね、まあ、ここからのプロ野球もうシーズンね、はい、もうだって一気に優勝争いというのが熾烈になってると思うので、うん、まあ、で上原さんって予言当たるじゃないですか。まあまあ当たる方だと思うんですけど ね、あの去年なんかまさにそうでしたね、うん、なんでまあちょっと今のうちに予想しとこうっていう、はい、今のうちに、はいはい、そんな企画です、はい、優勝チームは、まあ、セリーグはジャイアンツ、おパリーグはオリックス。じゃあまずジャイアンツからいきましょうか。やっぱりねこの中田選手の加入は大きいと思うんですよね。あやっぱ一塁を固定できなかった部分があったんで、もう中田選手で固定これからできるんじゃないかなっていうところで、ビッグニュースでしたよね。いやあれは本当びっくりですね、はい、どうでしょうオリックスはね。オリックスはね今選手がすごい充実した野球をしてると思うんですよ。もうその気になってると思うんで、はいはい、もうだから楽しくて仕方ないと思うんですよやってる選手たちは。あ乗ってる状態、乗ってる状態でこのまま行くんじゃないかなっていう。もうあのオリックスといえば、まあそのまあ、ここ近年、ね、まあ、ピッチャー陣も素晴らしい選手揃ってますし、うん、はい、あの本当に戦力こう素晴らしい戦力を揃えた状態でシーズンに入っている中 で、うん、でもあの交流戦以降こうなかなかこう失速してしまってっていうような状況が、ね、まあ、続いてきているわけじゃないですか。まあ、でもパ・リーグは、ね、正直接戦ですから、うん、まあ、セ・リーグも3チームがすごい接戦なんで、でも3位まで入ればっていう考えももちろんあるんですけど、うん、でもやっぱり優勝ねした方が。オリックスがこのまま、まあ優勝を決めるとして、うん、キーになるのは誰だと思いますか。選手、はい、オリックスね。でもやっぱり野手が毎日試合出るわけだから、うん、先発ピッチャーよりも野手でしょうね。野手、うんうん、もちろんそれは、うん、吉田選手とか杉本選手ですよね、うんうんうん、だから彼らが今いい感じで打ってるから、それこそその前後の選手ですよね、うんうんうん、で得点が入る入らないになってくると思うんで、うん、うん、まあ全員ですそれこそ選手全員です、うん、誰っていうのは正直ないです。オリックスで優勝したの本当久しぶりですもんね。いや久しぶりになるでしょう ね、それこそあのイチローさんたち以来ぐらいかな、頑張ろう神戸の93年ぐらいかな。あいや久しぶりですよね、うん、見たいですよね。今だからどうなるかはね、これはでも他のチームだっていうそれはね必死になってくるから、うんうん、ソフトバンクだってやっぱり優勝ね何回もしてるわけですし、うん、戦い方っていうのはもちろん知ってるでしょうしね、うん、まあ、あとは怪我人ですよね。あ怪我人を出さないようにっていうのと、怪我人を今してる人がいたらそれどう復活してくるかっていう。どうですか今年オリンピックがあった関係で、まあ、休養しっかり取れている選手と、うん、まあ、休養は取れてると思いますよ、まあ、逆にオリンピックも出続けていた選手って、うん、まあ、いるわけじゃないですか。そのあたりはでその休んでよかったっていうのももちろんあるし、オリンピック出た選手はそのまま気持ちを切らずにできるっていうのもあるから、うん、あ、うん、じゃあそれぞれにやっぱりいいところ、うん、いいところはありますよそれは、うん、上原さんはどうでしたかオリンピック出られて。出続けてた方が体を起きたままで入れるから、一回休むっていうことは 寝てしまうんで、うん、うん、まあ、そこでどうまたそこから上げていくかっていうのも難しいんでね、うんうんうん、まあ、本当にあの今シーズンオリンピックがあった関係でエキシビションマッチもあって、でもあのエキシビションマッチで結構各チームいろんなこと試してる感じも見られたので、うん、そこが後半戦、ね、うん、最後終盤どう効いてくるかっていうの楽しみですよね。まあ、でも試してるのは本当に原さんでしょうね。うん、でもあの前半戦最後の方ももうどんどんピッチャー使ってましたし、そうですね、で彼らがその使われてた投手たちがどんだけ休養を取れたかと、あこのオリンピック期間中に、はいはいはい、うん、またフレッシュな形で後半に入れますから、うん、うん、まあ、だから本当にどこって言われる、これはほんまに難しいよね。まあ、まあ、でもこの両チームが来るとしたら、うん、それは来てから答えた方がいいんじゃない。あそこはまだそこまではまだ予想しない、うん、そこはだってプレーオフでどうなるか分からへんから。上原さん本当のガチの勝負師だから、うん、予想の仕方がガチなんですよね本当に。え、何お笑い入れた方がいいの。違う、じゃあここからじゃあ横浜が行きますとか言った方がいい。違う、まだ若
かんないですか、うん、みんな。いや違う、もうセ・リーグはもうあの3チームでもうほぼ、ほぼっていうか 100% ですよ。まあそうですね、うん、ちょっと3と4が離れすぎてるんで。そうなんですね、はい、結構序盤で、ね、差がついちゃいましたからね。そうそうそう、言ったことあると思うんですけど、5ゲームをひっくり返すのに1ヶ月かかるって考えないといけないんで、もう10ゲーム開いてるんで2ヶ月かかるんですよ。そうか、5ってそんなにやっぱり重いんか。いやいや結構ね大変なんですよ本当に。勝ち続けるって大変ですね、うん、いや本当難しいです。はい、阪神は厳しいですか。阪神がね、競ってる時に勝てるような野球ができればいいんですけど、こう競ってる時になんか負けてるイメージがね、あるんで、勝つときはその5点差6点差でみたいな感じの勝ち方するんですけど、競ってる時にこう1点2点で勝ってるかって言われるとってなるんですよね、はいはい、せっかくいいクローザーがいるのにそこまで回っていかないっていうね、うん、新人王の、まあ、候補で言えば阪神は。そうですね、まあ佐藤君がこのままいったら取るでしょうね。栗林投手も、うん、もちろんそれは候補はなりますよ。多分票分かれるでしょうね、うん、ただじゃあチームとしてってなるとやっぱり首位争いしてるんで佐藤選手の方は。あ、そういうところもやっぱり、いや俺はそういうふうにやるべきだと思ってるんで、あやっぱりプレッシャーが全然違うんで、はいはいはい、うん、でね、広島はあんだけいい選手全日本に4人選ばれてね、うん、みんな活躍してるのにシーズンでちょっと広島っていうチームがなかなか上がってこないんで。そうですね、うん、ちょっとね一気にというかちょっと落ちましたよね、ね、感じから買っちゃいましたよね、はい、まあ、ホームラン王、ホームラン王は、まあ、カズマが取る、うん、カズマか村上ですよね、うん、村上選手。まあでもこの2人しかセリーグはもうチャンスないんじゃないの、うん、首位打者はどうですか。佐野選手かな、やっぱりね、今のままでいくと。そうですね、うん、でもオースティンが面白いんだよね。DeNA の選手の中での争いに、オースティンはもしかしたら三冠王を取れそうな雰囲気ももしかしたらなっていうのは来年以降、うーん、ちょっとホームランが少ないですけど、でも途中から来てこれでしょ。ホームランでも今その8月21、20日の時点で21本打ってますからね、うん、で途中から来てこれだから最初からいてちゃんとやれば、うん、三冠王も取れる。だから3人に三冠王もしかしたら来年で、その岡本選手、村上選手、オースティン、みんな三冠王のチャンスはある人たちです。ちょっと面白そうですね、うん、まあちょっとパ・リーグのねホームランも言っとかないね、セ・リーグ言ったんなら。あ、そうですね、まあ、柳田選手、吉田選手のあのフルスイングはね、魅力的ですし、うん、ホームランになる確率っていうのはすごい高くなってくるけども、うんうん、吉田選手なんてその首位打者取って、それこそホームランも取ってっていったらすごいことですよ。そうですよね、うん、本当に毎年ね打率はずば抜けてるようなイメージがあるんで、うんうん、まあ、やっぱいい選手ですよ。そうですね、はい、まあ、首位打者はもう吉田選手でしょうね、うん、このままいけば3割4分7厘です、ね、すごいよね、3割4分っつね、ちょっとつま抜けてますよね、うん、まあ、しかもオリンピック期間中にね試合が中断してたっていうことも大きいんじゃない。そう、俺らがオリンピック行った時はシーズンやってたから、はいはいはい、やっぱりどうしても出てる人の方が有利になってくるわけじゃない、ホームランとか。 それこそ勝ち星とかもそうだし、うん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 、じゃ続いてピッチャー行きましょうか。まあ、青柳選手はねちょっとオリンピックで自分のなりの結果が出なかったんで、その悔しさをシーズンでぶつけてもらえれば、防御率も結構独走ぐらいじゃないの。はい、あの 1.8 の1人です ね、はい、1点台は、はいはい、まあ、結局勝ち星とかもそうだけど結局、ね、打線との兼ね合いもあるし、うん、うん、その789の中継ぎ抑えの人たちがきちんとやってくれれば勝ち星ももちろん増えるし、うん、うん、まあ、やっぱり今完投する時代じゃないんで、はい、勝ち星ってなかなかこう難しいよね。まあそうですよね、うん、ちょっと意味が変わってきましたよね。 そうその一勝、うん、先発の一勝とか、うん、難しいな、抑えの一勝とかのとってね、うん、でも個人的には青柳選手に頑張ってほしいなって僕は思いますね、うんうん、どういうところが。いやだからそれこそオリンピックを僕はね、うん、見てたし、うん、うんうん、あの悔しさっていうのは多分本人はすごい分かってるだろうから、うん、それをシーズンにぶつけてほしいなっていうのはすごい思いますね、
うん、防御率も最多勝も僕は青柳選手でっていう、うん、はい、でパ・リーグはもう勝ち合うの宮城投手ですね、はい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 、うん、防御率も宮城投手いいんじゃないの、今あれ2位にいます、であの勝利も2位です、オリックスコンビが1位に、あ、山吉野選手がいた、そうです、山本選手がいた、そうです、まあ、この2人で安全牌でこの2人で最多勝防御率、どうですか、はい、今のところパ・リーグも防御率1点台は山本選手しかいないですよ、うん、はい、防御率ってやっぱりなかなかこう上がってこないよね、もうイニング数が増えてくると、だ今の位置からあんまり動くことはないと思うんですよ、うん、そんな10点ぐらい取られないと、はい、うん、勝利は一緒ですか、ね、勝利はね、ちょっと勝利が今あの山本選手とね2人、いやだからそれはもうチームがね1位っていうそのところにいるから勝ち星がもちろん増えるし、うん、うん、まあ、オリックスのピッチャー陣がすごいですね、オリックスは頑張ってるもんね、ことですよね、うん、はあ、で西武もねここ見ていきましょう、西武は今年ちょっとねパ・リーグは結構苦労してんじゃないのみんな、あでも松井選手はね結構多いし、しかも引き分けも多いでしょ、引き分けで投げてるクローザーも多いんでね、うん、あ9回で終わりじゃないですか、あそうですよね、うん、そうか、だからなかなか数字がつきにくいよね、うーん、でもスアレスだから阪神がそこに回せばもう本当に素晴らしい成績を上げてるんで、うん、もう阪神の命綱ですよね、スアレス選手は。あそうですね、はい、でもジャイアンツも今、まあ、数字はちょっと伸びてないかもしれないけど8、9で、ね、はい、デラロサとビエイラ、ビエイラが今クローザーやってるでしょ、はい、うん、まさに今この2人がランキング10位以内にも今の時点で、まあ、まあそれはねちょっと伸びなかったというかやってなかったんでね最初、うん、そういう数字になってるけど、でも今固定されてるから、はい、でもやっぱりジャイアンツのその強みっていうのもあるよね、8回9回はもう、だから7回まででっていう、だから結局そうですよね、こうシーズン終盤になってくると本当にそのあたりの抑えのやっぱりピッチャーたちの力ってかなり大きくなってきますね、うん、それやしもう9回っていうので、うん、9回で終わりっていうのが決まってるから今年は、うん、戦いやすいのは戦いやすいよもちろん、うんうん、逆算していけばいいのだから、そこまで持っていくにはどうしたらいいかっていうね、うん、だから中継ぎが大事になってくるね、うんうん、確かそうですね、うん、まあ、ピッチャー目線っていうかピッチャーだけで言うとね、はい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 、で野手はとにかく怪我人をもう出さずに今のこのメンバーでオリックスとかも最後まで戦うっていうね、阪神もそうですし、ね、今挙げた選手はほんまにその通りになるように頑張ってほしいなと、うん、そうですね、上原の予言は当たってるんだと、はい、当たるのか、当たってんだよ本当ですっていうふうに言いたい交互期待、うんうん、答え合わせはシーズン終了後に、いや本当にだからやりましょう、いやそれこそあの TBS だったかな、うん、オリンピックのそのあれ決勝の時だよな、あのアメリカと決勝やったでしょ、はい、あの時に予言じゃないけど予言っていうかその結果が出る前にこうなるだろうっていうのを結構言って当たってんのに、うん、TBS それを放送せえへんひどいよ本当によ愚痴です、ここでやりましょう、はい、ここで愚痴です、そういうとこ流してほしかったなっていう、タイミング、タイミング、まあタイミングね、タイミングです、うん、いやだから本当に YouTube でもなんか1試合やったらいいんちゃうの、そういう試合の回線生配信ってやつ、あ、やりましょう、やりましょう、あ、見たいです、それこそだからそれはマリちゃんが忙しいからできひんだけで、うん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 、あ、マリちゃん抜きでもいいやん、俺だけでもいいやでもまあ10月までだよね日本シリーズとかプレーオフはちょっとごめんできないから、いや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 、嫌ですよ、え、嫌です、何が嫌だ、嫌だじゃなくて、え、私もちょっとずっとここいていいですか？じゃあもういますずっと、うん、あのずっとここにいます。じゃ俺と健信どっち取るのって話。いやだからあのそれずるくないですか？どっち取るとか。両方取る方がずるいよ。いや何が王なんですか？おじさんたち何が王なんですか？どっちも大事なんです。なるほど。どっちも大事。そうやね、言われてみればこのグラスが2つありました、2つとも大事やもんね、そうどっちかって選べないもんね、決められない、だからそういう方がだからみんなペアで買ってください、セットで買った方がよろしくお願いします、お得です、はい
以上、雑談魂でした。勝手ねー。